これこれ一曲ごめんなさい、大きなのっぽの古時計、うん、この間ね神戸で花熊町でやった時にあのお子さんからリクエストいただいたんですよ、うん、ねあの言われたんですけど雰囲気だけできたんですけどできなかった、結局弾けなかったんでちゃんと弾きますって言って帰ってきました。それやらなきゃいけないね。楽しみにしてるって言ってはりましたよ。本当ですか。はい。受けることが。じゃあ真面目にやるよ。ほらこれがここから始まる。ね。いくらでもできないです。皆さんリクエストはね、本当に。